高評価お願いします。見てよ、青いエビシャツ。これね、 DLC の宝箱から出たんだけど、風のタクトでリンクが着てた、最初に着てた洋服。なんかね、厚さガードがついてる。暑いところもあるんだろうね。便利そう。よかった。今は、回復用のご飯が、ちょっと枯渇したんで、食材を取りにね、最初の方の森に。なんかね、敵が復活してて、蝶々何も作ってないな。たけのこじゃないきのこ。お、なんだ、なになになに、ちょっと待って、やばい、岩ロック、始まりの岩ロック、なにこいつ、あ、やばい、やばい、なにこれ、ボスボスボス、あ、なんか怪しい、なんか怪しいね、黒いのが矢印出てんだ。あ、ちょっと待って、なんかどうやって攻撃するの、待って、やばい、ちょっと待って、全然効かない、あの変な黒いやつかな、ちょっと待って、やば、登るのかな、あれ攻撃するっぽいよね、なんか矢印ついてる、わっ、あ、弓か、ちょっと待って、やばい、見えない見えない、これなんか中ボス的なあれかな、ちょっとできるかな、ちょっとでもあの黒い背中のなんか黒い岩みたいの攻撃するっぽくなかった、登れるかちょっと試したいな、弓で、ちょっと待ってよ、弓で攻撃したら、あ、いけたいけた、やばい、ジャンプいける、おー、いいいい、もしかして余裕、はい、お、はい、お、じゃあ錆びた両手剣壊れそうだけど、ちょっと待った、あ、ちょっと待って、あ、なんか、いや、強い、ちょっと待って、頑張って頑張って、全部回復しとこう、ちょっとこれ怖いから、出し出し、ある、あ、ちょっと待った、武器が壊れたから、鉱石、もしかしてこれ効くのかな、ちょっとやってみようか、聞いたりして、おお、お、なんか手がなくなった、あ、また生えた、はっ、はっ、よいしょよいしょ、よいしょ、ほい、おい、おお、めっちゃ効いてる、よし、いけるいける、余裕じゃん、すえ、あ、でもこのハンマーがあったか、おー、すごい、もしかして金策、金策用、え、このハンマーめっちゃ大事だね、ハンマーで勝てたみたいなもんじゃない今の、すごい、今の敵も
活すんのかな、ちょっと新作にいいな。なんかあの宝石はテリーに売れるじゃん、あのメレブみたいなやつ。ちょっと待って、この場所覚えとこうか。精霊の森のこの辺ね。あ、なんかつけれるんだっけ。あー、敵マーク、あ、これしようかな。よし、とりあえずご飯、あ、そうだ、馬ね、馬をね、あ、結構ね広げたね。結構動画外でやりました、広げました。でもまだね馬に合ってないのよ、びっくりすることに。探索の仕方が悪いのかな。馬を見つけて、で所有馬にして、馬と探検したいな、楽しみだね。見えないかな、どこら辺に馬いるんだろうね。でもこういう草原にいると思うんだけどな。はっ、行ってみよう。お、あれはなんかあそこに岩を投げ入れるんじゃなかったかな。めちゃくちゃいっぱいあるな。頑張れ。よいしょ、よいしょ。あ、ちょっと待って。下手くそか。ちっちゃめの岩じゃないとダメとか。あれ、なんでなんで。高いとこから。はい。いや、全然届かない。早く双子山とか行って、かかりこ村にも行きたい。ストーリーがねすごい面白そうだったから、やっぱストーリーも進めたいんだけどね。探索欲も湧いちゃうんですよ。みんな進めないんだろうな、このゲーム。なかなか進まない、楽しくて。ご飯を作らせてもらおうかな。あ、かわいい、あらさん。はい、と、なーに、あの子寝てた子かな。お兄ちゃんもする？しようしよう、一緒にしよう。かわいすぎない？この子も馬宿で働くようになるのかな。お、うい、また。夏で仕留められると思えない。ハート3個か、卵も入れてみる。お、え、すごいいっぱい。なんかたまにものすごい回復するのできるんだよな。この今のこの組み合わせがめっちゃいいってことか。これどうだ、なんかまあ適当。お、まただ大成功みたいな。あ、なんかな、オーバーヒールすぎるんだよな。なんかもったいなくすぎて食べれないよね、それ。重そうだね。
かわいい。背中のリュックに。何？背中のリュックに。あ、ごめん。転ばしちゃった。群れだな。え？すごい量すごい量だよ。旅人の槍とこれいらないな。武器がね、心もたなんか武器の枠も増やせるっぽいんだけど、ちょっとまだね私は増やせないみたいだから、なんかいろいろ行きたいけどとりあえず馬なんよ。うわー、え、なに、でかい。なに、うわ、でっか。うわ、なんだ、いや、見たことはあるか。ちょっと待って、これちょっと待って、いや違う、すごい、こういうの使ってみたい。早いな、壊れるのやっぱ。そっか、じゃあいらないか。強いなこれ。改良されたモリブリン、でかいの。モリブリン強いな。全然いねえな。こんないない。あ、ちょっと待った、来た。え、いや、やばい、マジか。こっそり近づく。ちょっと待って、あれか、いけるかな、こっそり。どの子狙う？ちょっと待って。これは迷う。こっそりこっそり。あー。黒。なんだろう。これは薄い茶色？黒。茶色。グレー。いや。ブラック、あー、かっこいいな。なんか昼間じゃないと色分かりづらいね。あー、これもかわいいな。これいいな。これもいいけど、なんかピンクっぽい色。あー、悩む。この子いけるかな。私に反応しねえてんのか。あ、やばい、真正面はまずいんじゃない。あ、いや、逃げちゃう、逃げちゃう。いける？頑張って。かわいい、欲しい。うちの子になって、うちの子になって。いける？どこまでいける？ちょっと待って。あ、かわいい。早いな、ちょっと待って。
いや、敵邪魔だな。いける？いや、マジで敵邪魔。いや、ピンクじゃない、あの、ま、左の。え、可愛いかも。え、なになに、なになに、なんか光ってんぞ。頑張りゲージめっちゃいる？もしかして。頼む。回復した？ちょっと待って、なんか全然回復しない気がする。ダメだ。さあ、これ消えちゃうかな。ちょっと待って、ここに大間さん、ちょっと薬。なんで大間さんってこんなに苦労してんの。こんなに。いや、でもあの子いい馬だったな。あんなに難しいんだね、馬捕まえるの。こんだければいけるでしょう。これよし、よし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 。雨降ってきた。やべえな、このね、旅してて分かったけど、このゲームでね、めちゃくちゃ怖いのはね、雷なんよ。雷落ちるとね、問答無用で死ぬんよ。あれ、どうにかなんない。もう死ぬほど怖かったんだけど。もう時間を焚き火で飛ばすしかないのかな。よし。待って、雷鳴らないでよ。あれ、でもあんなマダラウマさっきいなかったよね。あ、変わった。あれ、ピンクの子消えちゃったか、もしかして。でもあの子かな、ちょっとわかんない。行ってみよう。あー、マダラウマもいいな。あ、かわいい。あれ、色が違うな。もっと茶色だった。あー、やっぱいなくなっちゃったのか。もっと焦げ茶色だったよね。いや、まあいいか。でもかわいいよ、この子。なだめる、なだめる。おー、危ねー。大丈夫？
回復回復。もう一個行け。お、来た。やった。ああ、来た。みんなや、みんなやったよ。わ、かわいい。私の馬。ほうほう。かわいい。やべえ、もう乗っ取ったもん、すっげえかわいい。私の馬めちゃくちゃかわいい。これちょっと待って、馬宿行って。あ、やっぱ言うこと聞かないわ、全然。ああ、頑張って。かわいい。言うこと聞かないからなだめるとなんかピッキリカキラキラーってする。かわいい。うちの子です。名前何にしよう。かわいい。馬宿に行って私の馬にしよう。ほうほう。お、あー、やばい。めっちゃ好き。うちの子めっちゃ好き。あ、スクショ、スクショ。え、何この物憂げな顔、かわいい。いやー、やばい。ほうほう。うるすぎる。もっといけんのかな。お、なんだこれは。あー、スピードアップできるんだ、4回。へー、あー、かわいい。頑張って、一個一個、一個一個だよ。あー、なんか気難しいけど可愛い。名前何しようかな、悩むな。マダラーマならな、ダルゴって名前なんだけど。好きな映画のね、お馬さんの、映画のお馬さんの名前。ちょっと、おー、行こう行こう。なかなか思うようにいかないけど、かわいいかわいい。あー、みんな見て、私の馬よ。みんな見て、かわいいでしょ。どうですか。おー、乗ったま話しかけたよ。はい、この子お願いします。登録ん、ほう、あ、丈夫さ低い。気性荒い性格なんだ。すぐ死んじゃうのかな、大丈夫かな。まあでも最初の子だから大事にしよう。うん、うん、うん。くら、あ、あ、20分。あ、はい。ああ、うん、やっぱ名前つけるよね。そうだよね。ああ、名前、うーん、そうね。はい、ペコ太郎、ペコ太郎です。ああ、うん、まだ夏期具合は59か。いっぱい乗って仲良くなろう。うん、ついていく。ああ、はーい。うーん、あ、なんだ。ああね、めちゃくちゃ間違えて口笛吹いちゃうんだよね、戦いの時に。戦いの時に呼んだら戦いのところに来ちゃって、丈夫さの少ないペコ太郎は死んでしまうんじゃ。え、馬ってさ、死ぬのかな。え、もし馬死んだら私、なんかもう悲しくて、もうゼルダできないかもしれない。
あ、はい、離れてれば聞こえないから来ないんだ。オッケー。あ、かわいい。かわいいでしょ。見て、見て、見て。わあ、来た。かわいい。やあ。あ。そう、かわいい。見て。うん。ああ、カンカンが褒めてくれた。ちょっと右側にいるさ、ポニー、ポニーじゃなくてロバかな。かわいいね。ああいうのも乗れんのかな。あ？マジ？できんの？え？はあ。ガーン。まあ、そうだよね。まだ今捕まえたばっかだし。いっぱいいっぱい乗って。仲良くなれば。はい、行こう。待って、どこ行こうか。あ、これはもうスタンプいらないでしょ。これさ、馬乗ったままワープできんの？双子山の塔。あー、ちょっと待って、馬が。もしかして置いてかれてる？引き取れますか？マッケンバーさん。連れ出す。うん。あ、よかった。お？うん。はい。お。お。馬にとって怖くて苦手な場所はどう手綱で、あ、そうなんだ。そりゃそうか。うん、わかった。はい。注目移動ね。いたいたいた。猫太郎。行くぞ。はうはう。くるくる回る。あ、あのピンクの馬、かわいいね。テリー、どこにでもいいんだお前は。こっちに行きたいから、双子山、ここにね、なんか祠があったんだよね。なんでここを目指しましょう。ちょっと上がってんのかな。キラキラキラーで。せっかくだからね、ペコ太郎との旅を楽しみながら道沿いに進んでみようか。おお、気持ちいい。仲良くなりながら。できる？もしかしてあれ。ほうほう、敵はいないみたい。殺したのかな。あれですね、双子山。うわ、やば。いやー、あれがいる。やばいやばいやばい。やばい、敵いる。やだ、やばいやばいやばい、やめて。ペコ太郎は丈夫さが少ないの。泳げるっけ、馬って。いや、死んだらやだし。で、またせんの怖いけど。じゃあ登山するか。ちょっとペコ太郎は気になるが。
ところある。あ、マジか。ちょっと待って、じゃあちょっとあそこ行こうかな。リ・ダヒの祠。よし、面白いといいね。どんな？え、見切りの極意。怖い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 。見た目はただのバンダナだが、実は古代の技術が用いられており、着用したものの体幹バランスを調整して壁を登る力を向上。マジでか、すごい、壁登りスピードアップ。あ、これめちゃくちゃいいんじゃない。色が気に食わないっちゃ気に食わないけど。あ、これは、あ、お危ね。これまたすごい、この人やきもきしながら見せたんじゃない。あ、これで8個になるから頑張りゲージと、そろそろハートも増やそうか迷うな。でもな、ハートいくらあっても下手だから死ぬ時は死ぬからな。頑張りゲージの方がいい気が。はい、ありがとうございます。ここに戻ってこえるから増やしに行くか。あー、ダメだ、来た、増やすぜ。いやー、でも全部ゲージにもしたい気もするけど、まず頑張りの音でしょう。悩むね、すごい悩むね。でもまだ祠はあるよね。1個ぐらいハート増やすか。あ、4分の1じゃないんだ。もう一個頑張りゲージにしたいかも。山を登るにはちょっと、はい。
私あれだよ、縛りプレイじゃないからね。私は縛りプレイとかやるような技量もないし、縛りプレイ特に面白いとも思っていないって、別にそう、あんまりそういうディスりっぽいのはやめよう。ディスりじゃないから。よし、これでどんだけ登れるか。どうしても山に登りたい。あと、祠二つか三つぐらいでもう一周いけんのか。頑張り刑事が。あ、そっちっぽいよな。近い。登るんでいいんだよな。だってこのバンダナもあったし。あ、あれ何？シベニーロ。お地蔵様がいる。あ、お供え、お供え、お供えしや。使ってるよ。あ、ちょっと待って、こんなとこにスピン刺してる場合じゃない。はっ、あ、あれすぐそこにもある。マジか、なんかすごいな。すごいすごい、なんかいっぱいあるぞこの辺。どんなかな。次はハート増やそうかな。あ、双子の記憶、何これ。記憶を残す前に動かしてはならぬ。残された記憶が玉を導く。どういうこと？対となる祠の記憶がこの祠の解となり、この祠の記憶が対となる祠の解となる。対となる祠？ついとなる祠？近くにあったやつかな。あ、双子山だから。これ覚えるのかな。え、むず。スクショ取ろうか。同じにするみたいな感じだよね、多分ニュアンスで的に。1234512345×5。ついとなる祠が同じ装置みたいのがあるのかな。なんかすぐ近くにあったやつか。ちょっと行ってみるか。面白いね。それっぽいよね、双子。あれ、もうワープ、あ、違うな。おっ、ワープできるのはこの下か。怖いよ。
しべにゃす、にゃす。これが追加な。行ってみよう。さて、あーやっぱりそうっぽいね。動かしてはならぬ。あ、これちょっと待って、動かす前にスクショやっぱ撮った方がいいってことだな。あぶねー、両方動かすんだもんね。こう向きで、で、向こう側と同じにするんだよね。あー、すごい食らった。これ食べるとどうなの。食べんな。あ、一生懸命食べた。まあまあいけるっぽい感じで食べたな。これがこれでどうだ。よし、きた。なんかかったるそうに座ってんな。どうも、双子の人なのかしら。あざーす。しべに色きた。ぽっ。これでいけるはず。かったるそうにしてる。双子だから。あざーす。こっちか、行くのは。こっちなんよ、行くのは。行っちゃうか。どこまで行けるかな。パラセールで。そこ無理かな。あー、でもそういえばハイリア城がラスボスいるとして、あの火山結構まがまがしいから、ラスボスでもいいのかと思ったけど、違うっぽいね。ハイリア城がラスボスなら勝手に決めつけてるけど。あの火山行ってみたいね。暑さ耐性の服も持ってるしね。海宿ないかな。だろう、呼び寄せたい。うわー、やばい。なんだ今の。今なんかでも一瞬さ、ガーディアン見えなかった。まさかね、まさかね。いや、ガーディアン見えたよね。どうしよう。え、なになになに、あー、ちょっと待って。こっちにもいるんだ。これがあれば。
けない。よし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 、大事だから。よし、場所やりづれ。よいしょよいしょ。よし、お、いけいける。メーグル高原東の岩ロック、おりゃー、うわ、やっほー。こいつ武器とか出さないのかな。おお、あ、宝石かと思ったら違った。岩がいきなり動き出すからびっくりすんな。その辺のも全部岩ロックじゃないの。こっちね、ガーディアンいたんよ。絶対ダメ、動いてたし、なんか歩いてたし。かかりこんばい、こっから行けっかな。ガーディアンいませんように。怖いよ。いたよね、こっちから見た方がいい。いた、ダメ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 。なんであれは普通にいるんだ。しかも動いてるし。どうやって殺せばいいんだ。あー、村、村っぽい、村っぽい。待って、ここらは？あれ？消えちゃった。ここらのマーカーどこ行った？うわ、着いたよ。うわ、村だ、村。初の村。ここらは一回行ってワープポイントにした方がいいのかな。にしとくか。え、あれがマークつけてた祠かな。え、めっちゃいい村じゃね。わあ。お、かかりこ村。こんにちは。ワープポイントつくとこ。太郎に火の祠。村って直接来れんのかな。よし、これでいつでも来れんね。うわ、ちょっと楽しみ。ここで一回切るね。お疲れ。